BJ レコードは1950年代から60年代にかけて存在したアメリカ合衆国のレコードレーベル。ブルース、R&B、ゴスペルなどの作品のリリースが主であったが、ビートルズのリリースなども手がけた。1953年、ビビアイ・カーターとジェームズ・ブラッケンのアフリカ系、アメリカ人の二人によって、インディアナ州ゲイリーに設立された。 レーベル名は、二人のファーストネームの頭文字 V と J に由来している。同年、R&B ボーカルグループのスパニエルズ、ブルースシンガーのジミー・リードのレコードを相次いでリリースした。同年ゴスペルグループの名手を打つシンガーズとも契約をしている。1954年、事務所をシカゴに移転。この後、同レーベルは、ジョン・リーフ・カー、エルドラドス、メンフィス・スリム、ザ・デルズ。 ジーン・アリソンなどのレコードをリリースし、ヒット曲が次々と生まれた。1960年代に入ると、BJ はソウル、ポップ、ロックなどより幅広いアーティストの作品をリリースするようになっていった。1961年には、グラディス・ナイト・ザ・ピップスのデビューシングル Every Beat of My Heart をリリース。ビルボード・ポップチャート第6位のヒットを記録している。 また、レーベル発の白人アーティストとなったフランキーバリアンド、ザ・フォー・シーズンズとも契約し、1962年に、ビッグ・ガールズ・ドント・クライが、ポップチャート、R&B チャートともに、トップとなった。同年、BJ はイギリスから登場した新人グループ、ビートルズの米国での権利を獲得。ラブ・メ・ドゥプリーズ・プリーズ・メなどのビートルズのシングルを、米国でリリースし、 大きな富を得ることとなった。この他、BJ は、ジェリー・バトラー、D ・クラーク、ジーン・チャンドラー、リトル・リチャード等のレコードを手掛けている。しかし、ビートルズの権利は、キャピトルレコードに奪われてしまい、BJ は彼らのレコードをリリースし続けたことから、キャピトルに訴えられることとなった。同時期に、ロイヤルティの支払いのトラブルから、フォーシーズンズもレーベルを離れた。BJ は、 カリフォルニアに事務所を移転し、新レーベル、鳥居を起こすなどするが、経営は加工路線をたどった。1966年、レーベルは倒産。翌年、ベティ・チアペッタが破産完済人からレーベルを買収し、BJ は BJ インターナショナルとして再スタートを切ることとなった。その後同レーベルは新録は行わず、既存のレコーディングの再発を手掛けている。 シアペッタは1990年に引退し、新経営者ダニエル・プリツカーの下で、レーベルは LLP 形式に生まれ変わった。ありがとうございます。